はいどうも皆さんこんにちは、モテヤです。うぬっ、どうも、はじめまして。はい、モテヤと申します。で、今回からね、YouTube の方で実況を上げていきます。よろしくお願いします。でも早速なんだけど、始めていきます。こちらですポケットモンスターソードやっていきます。まあね、このポケモンをやるにあたっていろいろ準備してきたんですよ。もう発売から2ヶ月以上経ってるのかな、経ってる中で、おっと待ってくれ、もう始まってるぞムービーが。ちょっともうあれか、あ、もう見るか。ポケットモンスターの世界へようこそ。ここガラル地方は豊かな自然と美しい街、そしてたくさんのポケモンと共に暮らす素晴らしい場所。いいですか？私たちはポケットモンスター縮めて。おっと、なんか見たことないポケモンが出てきた。あれこれ。ポケモンという不思議な生き物と力を合わせ暮らしていますよね。そう、ポケモンたちは海や空、街の中至る所にいます。この人誰なんだろうな。結構こういうのがなんか重要な人物だったりするからね、序盤に出てくるのがね。そしてポケモンを育て、戦い合わせ、競い合う人たちをポケモントレーナーと言いますよね。おお、湧いてる、湧いてますわ。おお、挨拶が遅れましたね。私ローズと申します。ローズ、なんかすごい重要なキャラな匂いがします。それではガラル地方で最強のポケモントレーナー、チャンピオンダンデの戦いを皆さんにお見せしましょう。ポケモンチャンピオンがダンデ、あ、この人か。あ、なんか凛々しい顔。あ、と思ったら何このポーズと思ったら何このポーズ。チェキラーの指してたよみんな。なんでエキシビジョンの家ではお前の無敗記録を終わらせる。どんな試合でも負けないぜ。リザードンダイマックスだ。お、これが今作の目玉ダイマックスですね。うわ、ちょっと早くやってみてえなこれ。うわ、あ始まった、始まりました。あ、このポケモン知ってる。ウールでしょ、ウール、ね、この子もね、ちょっとぜひ捕まえていきたいなって思うんだけど、ちょっとね、ある企画を用意してまして、ゲットできるかわからない。はい、ちょっと楽しみに、ちょっとおいおい話す。あ、いるよ主人公。うわ、いや、やっぱ頭身が上がってなんかちょっと女性としての魅力に気づかされるよね。お邪魔しまーす。あ、かわいい、ほんとに。お、モテヤ、それおニューのスマホか。というか兄貴のエキシビションマッチ見てたか。兄貴の応援はビシッとリザードンポーズで決めるんだぞ。リザードンポーズなんだあれ。ポップくん、今日は大事な日じゃないの？そう、だから走ってモテヤを呼びに来たんです。テレビは後でいいか。兄貴の試合は全部録画しているし、モテヤも来いよ。きっとプレゼントをもらえるからバッグを忘れるんじゃないぞ。どうも、お邪魔しました。なんかもう言いたいことだけ言って嵐のように去っていった。こういうやつが自己中心な大人になってくるね、多分。空気の読めない。うわ早いな、もう最初から走れるんだ。あ、なんだ、待って、ゴンベがいる。あ、どうしたどうした。あ、これだけ。すごいね、なんかもう家の家具とかもしっかりして、もなんか
暖炉があるんだよ家に。相当な金持ちの家と見た。あ、お母さんの髪にもポップくんが言ってたよね、バッグを忘れるなって。バッグと帽子ならもてやあなたの部屋にあるでしょ。あ、そっかそっか、帽子とバッグを持っていけばいいのか。泊まってる。でもまあこのキッチンが気になっちゃうよね。うわっすごい広々したいいキッチンですね。ほら IH だよ、だって IH が3口。こんにちは。なんかほら洗面台も広々として、作業台もなんかスペースがほらしっかり確保されてるよ、ね、フードプロセッサーなんかも置いちゃって、いや相当お金あると見たこの家。あ、これが家、あ、これが部屋か。すごいな、よっプライバシーのかけらもない部屋の構造だな。あ、なんかこれでもこの子の部屋なんかちょっと大人びた見た目とはちょっと裏腹にちょっと子供っぽい。なんかね、これとか家族で買いに行ったベッド、寝心地が良くてすぐに眠れる。なんかね、ほら布団カバーなんかモンスターボールで、なんかまだまだやっぱり子供なんだなって思わせるよね、この家の家具。でっかいなバッグ。ああいいね、やっぱかわいいね。やっぱ可愛いものを見ながらゲームプレイするのっていいよね、醍醐味だよね。これでまあ出ればいいのかな。いや楽しみだな、ちょっとワクワクしてきた、ちょっと実感が湧いてきた。もうなんかちょっとムービーが多めだねやっぱり。いやそうでもないか、前からあったか。なんかグラフィックが上がってなんかすごいムービーが入る。お、スボミーがおる。うん、かわいいかわいい。ススーススーっていう鳴き声な。なんだよ元ヤ、お前のカバンでかすぎだぞ。まそれなら兄貴がどんなポケモンくれても平気だな。あ、ポケモンもらえるの、兄貴からもらうんだ。ん、なんだこれ、ウールーだ。どうしたんだ、なんか ウールーが体当たりしてるよ。おいおい、ウールーったらガシガシ体当たりをかましてるぞ。おい、柵を越えるなよ。まどろみの森には怖いポケモンがいるんだぞ。グモモグモモって鳴き声なんだ。よしモテヤ、俺の家まで競争だぞ。でかいカバンでついてこれるか。またそうやって一方的に言って、な、野放しに。グモモ、いやお前の家はまずどこなんだよ、それを教えてくれよ。ハロンタン、昔から牧場を営み、あ、ポケモンたちと共に暮らすんです。あ、なるほどね、だからウールがいるんだ。あ、ちなみに今回な、初見プレイなんですけど、なんかまあポケモンの実況をやるにあたっていろいろ、まあいろんな方の実況を見てきたんで、まあそれなりにちょっと最初のね序盤の知識はねちょっと入っちゃってます。なんですけどもう序盤を過ぎればほぼ初見。あとまあなんか対戦実況とかもいろいろ見てきたんで、まあある程度のポケモンはの名前は入っちゃってる。まあけどまあでも大半わかんないかな、ほぼほぼ初見って感じですね。母ちゃんただいま。おかえりホップ、元谷さんもこんにちは。あれ、あれ兄貴はまだだって言ってるでしょ、本当に慌てんぼうなんだから。ようやくブラッシータウンの駅に着いたところじゃない。わかった、兄貴は方向音痴だもんな、迎えに行ってやるぞ。そうね、それが安心かも。元谷はまだ会ってないよな、一緒に来いよ、兄貴を自慢したいんだ。道路で待ってるからな。会ったことないんだ、まだ初対面なの。でもご近所さんなんでしょ。あ、ちょろ猫や。ご近所さんでまだ会ったことないんだ。へえ、なんかあれかな、若くして旅に出たとかそういう感じなのかな。ズバッと行くぞ、いいかモテヤ、
野生のポケモンは草むらからバーンと飛び出すぞ。ま、俺には仲間のウールーがいるから野生のポケモンとも戦えるけどな。モテアはそうもいかないだろ。だから草むらはスルーするぞ。え、ホップはもうあれなんだ、もうポケモン持ってるんだ。ああダメだ、入れない。あ、そうか、そりゃそうだよな、ホップはウールーを持ってるんだ。あ、待って、すごい、ここブラシータン、うわすごい綺麗な街だな。いや、やっぱすごいな、 Wii からスイッチになっただけでさ。あ、 Wii？ いや違う 3DS か、 DS からスイッチになっただけでこんなに、うわ出たこのポーズ出たこのポーズ、何これ、何このポーズ、あ、リザードポーズか、何これ、すごい湧いてるし。ブラッシータウンの皆さん、チャンピオンのダンデです。皆さんのためにもこれからも最強の勝負をします。我らが無敵のチャンピオン、あんたとリザードは最高だ。サンキューサンキューみんなもポケモンを育ててどんどん勝負してくださいよ。そしてチャンピオンの俺に挑戦してくれ。はーい、私たちもダンデさんに憧れてポケモン勝負してます。でもチャンピオンのリザードン強すぎるもん。確かにリザードンは強い、他のポケモンたちも強い、だからこそ最強のチャレンジャーと戦いたい。俺の願いはガラル地方のポケモントレーナーみんなで強くなることだからね。バギャンバギワンバギャン、すごい鳴き声だ。なんかあれだな、今までのなんかチャンピオン像とは違う、なんかすごい陽気な方なんですね。ホップ、世界一のチャンピオンファンがわざわざ迎えに来てくれたか。ホップ、お前背が伸びたな。そうだな、ズバリ3センチ正解、さすが兄貴、無敵の観察力だな。その瞳の色、わかった、君がモテヤ君だね。テンション高いな。弟からあれこれ聞いているぜ、俺はガラル地方で最強、そしてリザードン大好きなポケモンチャンピオン、人呼んで無敵のダンデだ。兄貴、モテヤ家まで来ようそうだぞ。ホップのやつ、相変わらず勝負好きだぜ。いい競争相手がいればあいつももっと強くなるのにな。それでは皆さん、これからもレッツチャンピオンタイム、レッツチャンピオンタイムって何、みんなもそのポーズやってるし、何そのポーズ、やめた方がいいよチャンピオンが。そんなちょっとダサいポーズやめな、チャンピオンなんだから。兄貴、約束のプレゼントは俺とモテヤにポケモンをくれるんだろ。最強のチャンピオンから最強の贈り物、素敵なポケモンたちによるご機嫌なアピールタイムだ。あ、そうだそうね、多分こっからポケモンをもらえるのかな。なんでまあちょっと今回の企画を説明したいと思います。まあ、さっきもねウール捕まえられるか分かんないって言ったんですけど、いきます。じゃあ今回の企画はポケモンしりとり順でしかゲットできません、こちらをやっていきたいと思います。どうもまあね、このどういう企画かっていうと、まあこれが多分ポケモンを一体選んでもらえると思うんですけど、そのポケモンの最後の、名前の文字から次始まるポケモンしかゲットできないっていうことですねをやっていきます。でまあなんかサトシとかだったらピカチュウからゲットしてウーでしょ、次まあだからウーだからウー、あだからそれこそウールとかウールとかゲットで、ウギティウールで、ルージュラーとか、そういう感じで名前をしりとり順につないでゲットしていこうかなっていう縛りをやっていきます。
で、まあこれがね、なんか実際どうなんだろう、縛りになるのかなってちょっと不安なところはあるんですけど、まあこれでね、名前つなぎでつなげてゲットしてたら、まあ果たしてどんなパーティーができるのかっていうのもちょっと検証に入れながら、やっていきたいかなって思ってます。で、まあそれをやる上でちょっとこの子かな、この子、さすが水タイプのメッソン。このメッソンは名前の語尾に運がついちゃってんで、ちょっと今回は選べません、すいません。なんでね、まあ企画が終了しちゃうからこの子を選んだ時点で、なんでまあ必然的にこの残る2体、この草タイプの猿のりくんか、まあお隣にいるこの炎タイプのヒバニちゃんか。で、まあまあこれまあ前から決めてたんですけど、まあヒバニちゃんでいこうかなって思ってますね。まあ リよりニーの方が多分いそうな気がするんですよね。リっている？あ、でニックネームはちょっと紛らしくなるんでつけないですね。あれ、あ、ホップは猿乗りなんだ。あ、メッソンかと思ってたけど。分かってるぜホップ、だからお前とモテヤにポケモンをプレゼントしたんだ。モテヤと競い合い、俺を目指して強くなれ。あ、かわいそう、メストンが余っちゃって。君は俺と行こう、俺のリザードンは強く優しく、そして厳しいぜ、厳しいぜ。ほらみんな、ご飯ができたわよ、ポケモンと一緒に食べな。どうだろうなこの縛り、どうすかね。で、ヒバニーの、まあ、伸ばし棒あるんですけど、前の音で判断しますね。前の音で判断するんで、まあ、次2から始まるポケモンを探していくんですけど、まあ、序盤にいるかな、ちょっと分かんないな、こればっかりは。モテヤもすっかりヒバニーと仲良しだぞ。いいか、ポケモントレーナー、自分とポケモンを信じろ。お互いを信じ合い、戦い続けて、いつかは無敵のチャンピオンである俺のライバルとなれ。なんだよ、兄貴と戦うのは俺だぞ。よし、だったらモテヤも今から俺のライバルだ。絶対に負けないぞ。ポケモンを連れていれば誰もがポケモントレーナー。いいか、ポケモントレーナーはポケモンを戦わせ育てるんだ。お前たちがポケモントレーナーか、どうか俺が見届けよう。二人で勝負するといい。準備ができたら教えてくれよ。君の人生で初めてのポケモン勝負を始めるんだな。ポケモンパートナーのポケモンを信じろ。心から大事にするんだ。それでこそポケモンの強さを示す技を選べるし、何より勝負も楽しめるぜ。あ、もういきなり勝負なんだ。よし、ポケモンもトレーナーも乗ってるよな。さあ弾けようぜ。兄貴の試合は全部見てる。兄貴が部屋に置いていった本や雑誌は全て読んだ。どうすれば勝てるか分かってる。おお、じゃあ、待って、でもな、相手猿乗り選んだでしょ。いや、でも関係ねえか、序盤体当たりか引っかくしか覚えてないよね。うわ、そうだ、ウールいるんだった。ズッチー、ポケモン勝負、俺には仲間が2匹いるんだぞ。いや、ズッチー、ズッチー。あ、でも意外と、あ、レベル3か。ゲットしたて。まあまあ、これなら。あ、3しか食らない。いや大丈夫、これならいける。まあね、さすがに序盤から積むことはないでしょう。はい、すいません、ポケモンファンの子が、すいません、キノコ覚えました。
いや楽勝。タイプにより有利不利をすでに分かっているのか。何だよ、何年ポケモンやってると思ってんだ俺は。やばい、奇襲だ。何年ポケモンやってると思ってんだ俺は。同じルーキーだと思うな。よし、小島序盤は大丈夫ですね。サクサクレベルが上がってくる。